ピアチェスラフ・ブイ・ショクロフ、ピアチェスラフ・ウラジー・ミロビチ・ショクロフは、ロシア出身の数学者。先行は、大数幾何学。ネター・エンリケ・ペトリ定理、衰退の定理、一食い、ファの多様体上での線の存在、ログフリップの存在など大数幾何学の基本的な定理を証明した。ショクロフは1968年に、モスクワ大学数学部に入学した。 学生時代から頭角を表し、1970年にはネターエンリケペトリ定理を証明した。後に、この結果を利用して、ポーラー・イズのプリム多様体に対するシャッケタイプの問題と一食い、ファの多様体上での線の存在を証明した。同大学でユーリ・マニンの指導の下1976年に博士号を取得した。 学位論文は、区下田容体に関する研究結果。ショクロフはそういう利益科学での功績で最も有名である。博士号取得後はバシリー、イスコフスキーから最も影響を受けた。ショクロフは、イスコフスキーから提示された二つの問題。三次元、人食い、ファの多様体上で線の存在性と、半標準因子が定義する、線形形の一般な元の人食い性に関する。 問題を解き、高次元の場合まで一般化した。イスコフスキーによる三次元9コニック束の有利性基準は、1983年に発表されたショクロフの論文プリムバイアティス、セオリーアプリケーションズの重要な適用である。1980年代末からは、極小モデルプログラムの分野で活躍する。1985年に発表された、ザ・ノンバニシン・ティラムは、 この分野で最も基本的な定理の一つで、衰退の定理、半方負の定理などの証明などに使われる。この論文で証明された三次元フリップの収支は、同じ手法で任意の次元にまで一般化できる。ショクルフは3、ホールドログフリップスで奇抜的なアイデアを用い、三次元のログフリップの存在を証明した。この論文で使われた機能法や、 ログペアに対する特異点理論は高次元にも拡張可能である。彼が2001年に証明した4次元フリップの存在に関する定理は2冊の本で詳しく説明されている。4名の著者による Existence of Minimal Models for Biatis オブログジェネラルタイプはショクルフのアイデアを主に応用した重要な結果である。ショクルフは現在 ジョンズ・ホップキンス大学の教授、ステクロフ数学研究所の研究員である。ありがとうございます。